有生体、チリイソウロウグモアーギロデスクマダイは、イソウロウグモの一種。この類では、比較的大柄で、時に、網の主の蜘蛛を襲う。メス生体で、体長は7から10.5ミリメートルまで。頭胸部は細長く、背校の中央に、横長の中華がある腹部は細長く、背面後方は、糸イボを越えて、後ろに伸びる。色彩としては、 東京部の背面と腹面は黒褐色、不足は濃い黄色で各節の末端に黒い輪毛がある。腹部は赤葛色の地に金銀の半紋が入る。腹部の腹面には銀の鱗がまばらに入り、糸イ,イボと腹部後端との間に2個の銀半が入る。有生体は体長5から8.8ミリメートル。全体にメスを小さく縮めたような姿であるが中眼域と、 その前の額部分がやや前方に突出し、前後に並んだ短い角のようになる。本種の学名は、長らく A. フィシフォーミス O.P. ケンブリッジが使われてきた。この学名は、スリランカ産の標本をもとに記載されたものであったが、日本産のものをタイプ標本と照らし合わせることで、別種であることが分かったため、情景のように新たに記載が行われたものである。この2種は、 メスの生殖期では明らかに区別できる。ただ、厄介なことに、オスの生殖期では、差がなく、両者を区別することはできない。日本では、本州ほぼ全域、四国、九州、及び南西諸島に分布する。国外では従来は広く、方地域に分布としてきたが、これは、上記のご同定による判断である。現在の判断では、本州は、 国外では中国からのみ知られている。なお、従来の学名の種は中国にも賛する。スズミグモを捕食中イソーロウモは、もともとはより大きなクモの網に、住み込み、宿主の取りこぼした餌を拾う、との意味で与えられたのであり、その意味ではいわゆる盗み規制者であるが、現実には多様な行動をとることが知られている。特に本種の場合、餌盗み以外に、 宿主の雲自体を襲う行為がよく観察されている。他方で宿主の網を食うことは見つかっていない。本種が宿主として選ぶ雲としては、特に草蜘蛛類と鈴蜘蛛が多く、他にサラ蜘蛛類、ヒメ蜘蛛類の網などにも入っているのが見られる。不規則網や棚網、サラ網など、立体的に足場の糸を張り巡らせたような網が多い。鈴蜘蛛の網は、 縁網が由来と考えられるが、ドーム状の網面を支える足場が上下に多数張られる。それらの網で、本種は、宿主の雲がいる主要な網面より、上の足場状の部分にいることが多く、一つの網に複数個体が入ることもある。なお、宿主の選択には、地理変異があり、これと形態に見られる。地理変異が連動していると見られる。これについては後述する。地理総送は、 草雲の網にもよく入るが、この場合、宿主の方がかなり大きい。しかし本種は宿主が脱皮をする際にしばしばこれを捕食する。ただしこの組み合わせでは、チリーソウロウは餌盗みをすることの方が多い。しかし、本種はサラグモやウズグモの仲間の網にいることも見られ、この場合、宿主を狙ってのものと考えられる。つまり、 宿主との対格差によって盗み規制をするか、捕食者として振る舞うかを変えている可能性がある。もっともこれは、イソーローグモ族の多種でも知られている。乱納とメッセイ体生態は7から9月に見られる。卵は乱納を作って収める。乱納は直径3から4ミリメートルの球形の本体部にぶら下げるための柄がついたもので、赤葛色をしている。本体部の亀面に、 小さな円筒形の突出があり、ここが小蛛の脱出口になっている。乱納は宿主の網に吊るす。メスは乱納のそばにいて、これを保護し、その期間は平均21日。ちなみにメスが保護につかない例も見られ、そのような網では網の崩壊で卵が孵化まで届かない例が多い。本種は宿主として草蛛とスズミ蜘蛛をよく選ぶ。この両者は、 足場的な糸を立体的に張り巡らせる点では共通するが、網の組成も大きく異なり、雲自体の系統もかなり離れている。草蜘蛛の網は棚網と呼ばれ、密に糸を張り重ねたシートが水平に張られ、その一端に住居となる糸のトンネルがある。雲本体はシートの上を歩き、そしてそのシートの髪型に複雑に張られた足場的な糸がある。他方、 スズミグモの網では、シートは格子状で、中央が上向きに盛り上がったドームのような形をしている。クモはこのシートの下にぶら下がり、その形を支えるための足場的な糸が、シートの上下にある。また草グモは、メス生体が、体長14から17ミリメートル、スズミグモでは14から23ミリメートルと校舎が一回り、大きく、スズミグモの網は、 径が8 0トルにも達するが、草雲の網はこれより、はるかに小さい。日本本土では、本種は、スズミ蜘蛛の網にも見られるが、草雲の網で発見されることが、はるかに多い。他方、スズミ蜘蛛は、南方系であり、本州ではその数が多くない。南西諸島ではむしろ、スズミグ蛛に本種が見られることが多い。実際に調べると、スズミグ蛛は、 トカラ列島以南に多く、これを超えるとその北方では、急速に個体群密度が下がり、逆に、草雲は、薬師以北では普通種だが、トカラ列島の宝島以南では全く見られない。つまり、本種の宿主がこの線ではっきり切り替わっていると、考えられる。そこでこの線を境とする本種の個体群の行動を、比較すると、草雲利用個体群は、 スズミグモ利用個体群より小さな餌を取っており、餌獲得量も小さい。この両者で網にかかる餌の大きさそのものには差がなかった。実際の行動面では、草グモ利用個体群が宿主が取らなかった餌を取る、盗みしかしないのに対して、スズミグモ利用個体群では、宿主が糸で包んだ餌を横取りしたり、宿主が食べている最中の餌を一緒に食べるなど、 宿主が獲得した餌をも利用していた。これは、スズミグモの網には隠れ場がないのに対して、草グモには住居部分があり、ここで餌を食うために本種が利用できなくなるためと考えられる。両者の形質について比較すると、スズミグモ利用個体群では、体の大きさが草グモ個体群により大きく、さらに相対的足長もより大きかった。つまり、 鈴み雲利用群の方が体が大きくて足が長い。これはむしろ草蛛の網がより小さくて細かいことから足が短い方が盗み行動が行いやすいと見ることができる。イソーローグモ類は熱帯起源と考えられるのでこの事実は熱帯域でスズミみ雲の大きな荒い網に適応して暮らしていたものが温帯域に進出するにあたってより網が 細かく、また医者量も少ない条件への適用として、盗み行動を行いやすい短い足へと変化したものと思われる。さらに少量の餌への対応として小さな体で成熟できるように生活史が変化した。ただし、足が短くなったことに関しては、少ない餌への対応として、栄養を足に回さないようにしたとの判断もあり得る。上記のように、 本種は長らく別種と混同されてきた。これらは互いにとてもよく似てはいるが、幸いに日本には本種しかおらず、国内においては混同することはない。日本には同族の種が他に7種ほどあるが、本種は他種より大きいこと、その色彩や反問で似たものがないことから容易に区別できる。小野編長、P386 や木沼、P51、岡田他、 P366 尾の編著。P386 ち田谷川新海。P98 岡田ほか。P366 尾の編著。P386 ち田谷川宮下編。P190 池田宮下編。P193 新海。P98 池田この章は、馬場尾の編著。P386。ありがとうございます。